神々しいでしょ。本当に素晴らしい。そうそうそう、こんな感じです。で、今日何の話かというと、全く違うお金の話。まあ実はね、チャンネルがですね、株式投資をね、ちょこちょこやっておるんですね。下手くそな株式投資ですよ。なんとね、先月25万買ったんじゃないですよ、負けたんですよ。その前の月ね、7万買ってたんですよね。完全に、買った分のね4倍ぐらい、はい、3倍ぐらいおじゃんになりましたね。で、反省してるかというとですね、ますますこう、なんていうかですね、分かり始めたようなね気がしてる。ここが危ないところですね。僕はもう株分かるという思った時が一番怖いと思います。確かにそうなんです。ただ僕今までこう分析しましてね、分かったことはね、やっぱその下がった時すぐ買っちゃうんですよね。これがいかん、この癖を直さないとね、これはもう何て言うんですかね、欲しいものをねすぐ買ってしまう、物ってね、なんかこうその時にあ、これ欲しいなと思ったらね、欲しくてたまらない性格ってあるじゃないですか。まあ欲しい、例えばカバンを見つけてしまってね、そのお店にね、またさっき通ったお店にまた通ってしまう、そういうことがね結構あるもんですから、ね、性格的に、だから、似てないのかなと思うけれども、しかし逆にね、そこを克服すればね、やっぱりね、下がったものって、大体3日間ぐらい下がり続ける傾向があるのが分かるので、今、4日目に買うんですね。もちろん5日目、6日目と下がっていくものもあるんですけど、しかしそこのところはね、そんなに大きく狙わなければ、いけるのかなと、ね、最近ちょっとだけ思ってるんですよね。っていうのはまあここちょっとしばらく、今月入ってからだいぶね、持ち直してき始めましたので、少しまあその自信は含めてはいけないんですけどね、こんなことに。まあしかしそれをまあ何て言うんですかね、心の勉強だというか、難しいですよね。欲しいものをね、寝頃買いっていうか、ね、あ安いないいなって思うとね、欲しくなるんですよね、人間。欲しくてたまらなくなってね、それを買いたくてしょうがなくて、購入リストに入れちゃうんですけどね。リストには入れるんだけど買わないね。そこで我慢、1日2日ね経ちますでしょ。で、昨日買ってきたかってやつが今日はね、まあ中には上がってるものあるけど大体下がってるんですよね。でね、さあそこで買うかって思うとね、これはまた違うんですね。もう1日待つんですよね。ね、また下がってるんですよね。あ、これは買いだと思うじゃないですか。でね、そこでまたね、すぐ朝から買ってはいけないですね。またね、午前中こう下がったりするんですよね。はい。まあじゃあそこで買うということですね。まあそのしかも午後のですね、また下がりきったところあたりを狙うわけです。なんか3日待てというふうにね、格言が言っております。その通りだなというふうにね。ちょっと最近のチャート見て思うの、チャート研究をちょっとしているんですけどね。まああまりね深追いしないようにねしたいと思います。以上みっちゃんねるでございました。ご清聴ありがとうございました。